琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。本日も始まりました、かんこどりの泣く夜。今日は作家の小原武史と、FEC 山城智司と、ゴリラコーポレーション瀬名祐介です。智司さん。はい。今日もなんか、FEC の芸人さんの怖い話をしてくださって。そうですね。経済的な金縛りにあってる。経済的な金縛り。はい。最年長の赤花青年会から、入手した、はい。ちょっと音声がありますので、ちょっとそれを聞いていただきたいなと。はい。彼が体験した最強に怖い話だということです。それではどうぞ。全然怖い話だよ、これ。お願いします。これも30年ぐらい前、20年ぐらい前か。うん。の話、20年じゃない。俺 FEC 入ったばっかりだから15年ぐらい前です。全然違うじゃないですか、決して。西原から、近道して、雄大のとこに出る山道があるんですよ。はいはいはい、で、そこから夜中ですよ。うん、通って、バイクで、通っていこうと思ったら、急に空気が変わって、あ、いや、これ来たやつさって思った瞬間に、原付き乗ってたんですけど、原付きの後ろに、ドサッ降りてきよったんですよ。人が乗ってきよったんです。走ってるバイクに。うわ、乗ってきたやつさと思ったら、もうすぐ男って分かる言ったんです。あ、ごめん、女って分かる言ったんですよ。なんか重さで。あ、これ女やつさ。で、走ってる時に、原付き二人乗り、禁止ろって言ったから、わじわじしてから走ってたら、行ったんですよ。そしたら、こうやって言いながら言ったんですよ。聞いたやつだと思って。でから、前の信号が赤だったんで、止まろうかなと思ったら、おばあちゃんが一人歩いてたんですよ。なんか裏車みたいなのをしてる。こんな夜中におばあちゃんが歩くのかと思って。で、歩いて行って、で、影に立ってたから、で、青になったから、で、その信号横断歩道にかかったら、このおばあちゃんが、100メートル先に行ってるんです、もう。ほんの何秒か、2、3秒ですよ。ははは。あげやってんか。なんかあのおばあちゃんはと思って。おかしや、今日おかしやすさ、今日おかしやすさと思って。そしたら、この信号が信号ちょっと止まって見てるときに、女の子が、プロに来てから、家に遊ぼうって来たんですよ。こんな夜中いいなと思って。おばあ見てるときに。うん。普通に女の子が来たから、家に遊ぶ。もうなんかと思ったら。もう夜中だし、もう見てわかるんですよ。あっちの人だなって。あっちの人だなって。見た目は何歳ぐらいの？もう若いですよ。20歳ぐらいじゃないですか。え？20歳ぐらいじゃないですか。ああ、そういう意味の遊ぼう。そうそうそう。もうなんか遊ぼうって言ったんですよ。はい、気持ち悪いやつだって言ったら。家もう帰れよ帰れよって、もうわかるから、あの人って、で、帰ろうと思ったらついてくるんですよ。遊ぼう、遊ぼうって言ったら。もう、現在、前回してるんですけど、走って、トライで、これですよ。遊ぼうって言ったら、行くしだろうと思って、次に、この子が俺の、そのバイクのハンドル、捕まえて、ガッって言ったら、これで行ったら、ちょうどそこがこけたんですけど、ちょっと草むらだったから、大丈夫だったんですよ。そんなに大きがしなかったんですよ。ちょっと血出る。行くしだろうと思ってから、今日おかしいやつだと思ってから、周り見たらの女の子いないんですよ。そこ行ったわって、ないかって思って、エンジンかけたらかかり寄ったんで、入るやつだと思ってから、後ろからまたガッて女の子に肩つかまれてから、いい場合さ、男の子やうわぁ。もうそれで怖くなって入ったっていう。その後はもう、ついてこなかったんですよ。その後ももう何もなかったです。家に帰ってすぐ回す。かけてから。でも、怪我したよ。怪我してて。こけたんで。これが、今まで一番濃いですね。一番濃い。それ、鮮明に見えるんですか？鮮明にその、いわゆる、もう、あんまり、なんていうの、その人と変わらない感じなんですか？でも、わかる。あ、でも雰囲気でわかりますよ。あ、冷たいっす。雰囲気で。うん、な。はい。なんか、そういう感じの、はい、体験をしたという。なんかその道わかる。西原からこう抜けていくとこでしょ？そこは結構そういう話がよくある場所なんですか？
いや、両側に滝とかある場所ですよ、多分。そうなんですね。細い道で。よくそんな道を夜中に通るよね。あ、やっぱり、その、時間、時期が悪いって感じですか。ああ、それは怒るわ、みたいな。実際こうやって危害を加えるじゃないですけど、やっぱあるもんなんですね。なんか、バイクはよく狙われますよ。あ、そうなんですね。だ車だと、後ろに乗られても、別にそんな怖くないというか、広いから。いや、怖いですよ。怖いのは怖いけど、うん、バイクだったら首絞めないと終わりじゃないですか。まあ、そうですね。まあ、運転手でも首絞めないと終わりか。終わりだね。いやそんな軽く笑顔で言われても。いやー、怖い。もしね、読者じゃない、視聴者の方もこういう体験があればね、ぜひぜひ、番組の方まで。大中小いろいろ持ってそうですよね。皆さんありそうですよね。今のお話は松竹梅で行くと小ですかね、やっぱりね。あ、松？松でしょ？松が一番上じゃなかったっけ？ああ、そっか。うん、びっくりした。小って大中小の小なのかな。じゃないです。松竹梅ですね。そうそうそう。それが最強な怖い体験って言ってましたね。はあ、怖いなぁ。ねえ。でまだ話は続くんですが、はい、続きはウェブでお願いしたいと思います。はい、今日のお相手は、作家の小原武史と、FEC 山城友次と、ゴリラコーポレーション瀬名祐介でした。夜中に車とかバイクが乗ってて、うん、なんかこういう話ってよく聞きますよね。ですよね。やっぱり、その牛蜜時とか、そういう、そういう名で呼ばれてる時間帯、やっぱり、結構やっぱり、他の時間帯でも全然、いるっていう、やっぱ時間帯ですか？いや、だいたい2時35分ですよ。深夜ね。やっぱなんかあるんですかね。でも、うちの親父がタクシー運転手なんですけど、深夜勤をやってるんですけど、やっぱそういう話はあるらしいんですよ。この時間夜中はあそこ通らないとか、こっち通らないとかっていうので、すごい有名な、ま、場所出さない方がいいですよね。ま、豊見城にある、とある、本当に、旧道のその、急坂の道があるんですけど、そこは本当に、誰も通りたがらないらしくて、通ってもしお客さんがいても絶対乗せないっていう有名な場所があるって言ってましたね。で、よくみんな乗せたとかっていうのはみんな言うって言いますね。以前僕もタクシー運転手さんから聞いた、四季名の話を聞いたんですよ。四季名。四季名の霊園のそばでお客さん乗せたら必ず消えるって言って、女性の人。それをね、まあ、あるイベントで喋ったんですよ。はい、まあ、純駆動のイベントだったんですけど、ね、そしたら終わってから、なんかちょっと一人の人が来て、いや、ああいうのは、やっぱ地名出すと風評被害になるし、やめた方がいいんじゃないですかって、真面目な顔で注意されて、ああ、すいませんって言ったら、もう一人の方が来て、はね、タクシー運転手だけど、経験わかるわって書いてて、そのおじさん気まずそうにしてまた経験あるんですよ、タクシー運転手の方ってね。持ってますよね。持ってますね、やっぱり。四季名で思い出したんですけど、僕、中学校時代陸上部で、陸上部がなかったんで、ずっと、一人で、夕方から夜にかけて、外を10キロ、毎日10キロ走ってたんですよ。で、その日は、まあ、定番のコースが何個かあって、その日のコースは、まあ、四季名霊園を横切るようなコースだったんですね。僕もともと家が国場なんで、近いんで、そこの周りを走るっていう感じで、で、ちょっとその日はもう、遅くからの練習で、6時半、7時ぐらいからスタートして、だから、8時ぐらいに、あそこ通るような感じだったんですよ。だからもう真っ暗なんですよ。で、もう、バーって言って、走ってたら、前に、なんか、女性の影があるんですよ。うわーと思って、やばいやばいやばいって、いつもだから、怖いからやっぱり、暗い時間帯を走らないようにしてたんですけども、この日に限ってそういう時間帯だったんで、もう、赤毛がある、やばいと思って、それでもう一応やっぱり、ね、大会も近いし、ちゃんと走らないといけないっつって、あーっつって、うん、走って、もう、とにかく早く横切ろうと思って、さらにスピード上げて、追い抜こうとした瞬間に、キャーって言われて、リアルな人。リアルな人。リアルに、僕
彼女からしたら僕が幽霊と思ってた、ね。そう、霊園でね。確かに怖いし。あの、幽霊っていうかは、不審者って思ってた。そうか。あの、ちょっと息も荒かったんだよ。それあなたがやばいんじゃないですか。そういうのはちょっとありましたけどね。はい。ちょっと申し訳ない。夜中にでも墓地を通るの怖くないですか？いや、怖いですよ。車だったらわかるけど、うん、生身でこう走るとかね。そうなんですよね。だから学生時代とかっていうのはあんまりそこら辺考えないで、うん、なんかもう行っちゃうんで、今振り返っただけでちょっと怖いですけどね。うん、あ、墓地ですからね。そうですよね。学生時代でもありましたね。そういえば、うん、その練習、部活やってたんで、その、自分たち自習練習ってメンバー集まって、うん、そのマラソン5キロぐらい走ろうって言った時にちょうど、うん、その僕の地元で有名なもうお墓がずっと続いてる道があって、裏道があって、そこ走ってたんです。うん、そしたら友達が一人自分の犬も連れて走ってるやつがいて、うん、みんなもペースバラバラだったんですけど、うん、犬連れた友達が前走ってたけど、声かけても全然僕のこと聞いてくれなくて、うん、あれなんで無視するんだろうと思って、でもどんどん離されていって、うん、最後ゴールしてら、こいつがいなくて、うん、あれってなったら、後ろから来よったんです、後から僕の、うん、あれえ、じゃあ誰だったのあれって、犬も一緒にいたよっていう経験はありますね。結局何だったかわからないっていう、見たのが。え、後ろにいた人行ったはずだけど、の、なんか姿が前で見えてるみたいなことなのか、うん、なのか、違うものがいたのか、違う人というか何かが。なんか不思議な感じはありましたね。ちょっと違う話にもしかしたらなるのかもしれないですけど、うん、なんか、うん、日によって、自分の存在が、うん、あの、あんまり周りに感じられてない、なんか瞬間ってないですか？調子悪いじゃない。それは、要するに何を、なんかガヤで喋っても、撮ってくれない。そう。無視されちゃう。そう。だから、あんま、いわゆる収録とか、あの、そういうね、撮影の時にそれされたら、あ、俺調子悪いんだなって、思いますけど、普通の、はい、日常でも、なんかわかんないけど、全然自分の存在を周りが感じてくれてないのかなとか、なんか言ったことに対して全然レスポンスがないみたいな。なんかそんな瞬間っていうのはもう、あります。ありますよね。あれ何ですか？で、前、それ僕聞いたことあるんですよ。まぶいが落ちてるって。ああ、なるほど。そういう時があるんですって、人間は。やっぱバイオリズムで。あれはまぶいが落ちてる場合が多くて、そういう時は無理しないことですねって言われますよ。もう別に、その、まぶい組する、こともなく、まあその日は、そういうもんだと。やり過ごしとけばまた元に戻るみたいな。うん、僕特にね、なんかね、まぶいがボトボト落ちるんですよ。ボトボト本当に。あの、くっつけてるのが弱いって言われることがあって。そうなんですね、うん。よくその状態で、こういうお仕事されてますよね。本当ですよね。だから本当はね、喋るの向いてないらしいんですよ。そうなんですか？書く方がいい。書いてると自然にこう回復するんだけど、人に対してこう喋るってことは、自分のまぶいを飛ばしてることにもなるらしい。良くも悪くもね。だからそういう時にないと、やっぱ声は届かない。なるほどなと思って。そう。そうなんですよね。なんか、声が届かないみたいな感覚っていう。その、いや、僕はわかんないです。たまにでも、その、すごいこの人が言ってること空っぽだな、みたいなのもそういうことになる。やめれよ、それ。それはただ、その人が本当に空っぽなだけだ。いや、そっちの方がひどいですよ。それはあれですよね、ともいさんのこと言って。いや、そんなことない。なんだともいさんがビシビシ伝わってきてます。社長の言うことを今日なんか心に入らなくていいな。16年俺のこと空っぽだと思う。いや、そんなことないです。いや、でもなんか、ちょっと今合点がいきましたね。なるほど。じゃあ、そっか。じゃあ僕らも舞台とかでもしお客さんの反応悪かった場合は、もう、まぶいのせいで。違うよ。あ、違う。それはネタだと。そう。だいぶ早めに聞く、ぐんぐん見に来たな。それは今回のネタが、ちょっとやっぱり不完全だったっていう。なるほど。あ、そっか。ちゃんとまぶいを込めてネタを作らんで、ないといけないってことですね。その人言ってたのは、うん、ネタでも文章でもやっぱりまぶい込めないと面白くない。なるほど。じゃあ僕ちょっと合点がいきましたね、書く。なるほど、なるほど。いや、でも、そうっすよね。うん、なんかその、まあ、ここ最近で言ったら、あの、錦鯉さんの、はいはいはい。漫才コンビの錦鯉さんが M1 優勝したじゃないですか。はいはい、やっぱり、その
あの人たちの面白さって、それがあるような気がするんですよね。確かにね。なんか心がこもってますよね。言葉変えて言えばね。そうですよね。なんか複雑。こんにちはだけでも面白い。もう面白いですもんね。そうですよね。だからやっぱりそういうことなのかなって。やっぱりね、やっぱ芸人も、やっぱやればやるほど削ぎ落とされてね。なんか複雑なのやらなくったって、その人間味がそこに出ればね、面白くなるんですよ。そうですね。でも、どれにも恐れ、通じることですよね。まぶいがこもってないですよ、まだ。なるほど。ちょっと、だいぶ後半になりましたけど、間に合いますかね。大丈夫、まだ大丈夫。まだ大丈夫ですか、ね、まだいける。まだ後期高齢者じゃないですか。そうですね。どんな長いスパンで見てるんですか。はい、今日はちょっと面白い話になりましたが、はい、まあ、今度、明日が最終回じゃない。あと2日ありますよね。はい。お付き合い願いたいと思います。今日の相手は、作家の小原武史と、FECM 城友次と、ゴリラコーポレーション瀬名祐介でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。